キキ、森の火の勢いがどんどん広がっています。早く出動しましょう。ジャンジャンは防火帯を作って火の拡大を止めてね。僕とモモは消火に行く。ショベルカーを運転して防火帯を作り、炎症を防ぎましょう。何かが山道を邪魔しているので、早く取り除いてください。土を掘って防火帯を作りました。火の様子を見に行きましょう。キキ、防火帯の準備完了。火の勢いが収まっているうちに消火活動をしよう。消防ヘリコプターに乗って森林火災を止めよう。消火完了。森に行って火が残ってないかを確認しよう。大変だ。樹冠日です。放水して早く消してください。木を切って火が広がらないようにしよう。草が燃えています。ブロワーの風で火を消してください。難燃剤を撒いてまた燃えないようにしよう。キキ、森の火は完全に鎮火しました。森の消防任務完了。ウォーウォーラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、森の中での火遊びは危険だよ。森を火事にしてしまうんだ。もし火事になっているのを発見したら、すぐに安全な場所に逃げて119番に通報だ。自然をみんなで守るんだわ。
台風が来る。防災の準備をしておかなければならない。海岸に戻れ。服の方がライフジャケットを着るのを手伝ってね。海に出るときは必ずライフジャケットを着るようにね。見て、灯台だ。急いで行こう。右へスライドして障害物を避けよう。全速力で前進して。逃げ出さなければ。うう、これで安心だ。灯台を目指して家に帰る道を探そう。灯台を目指して安全な港を見つけて船を進めて確認しよう。ああ、次はこっちだ。見て、安全な港がある。あそこへ行って台風から避難しよう。ようやく安全な港を見つけた。ここに船をつなぎ止めたら安全だ。台風で流されないようにロープで船をつないでおこう。台風が接近してきました。みんな早く避難しましょう。波が高くなるので海には近づかないでください。台風は過ぎ去った。これで安全だよ。パパ、海に行く前は必ず天気予報を見てね。ラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、
台風が来る前は船をしっかり縄につなげるんだ。動かないようにすれば危険を防ぐことができるんだわ。助けて助けて。キキ、高層ビルの火災が大変でみんなが困ってます。早く救助しましょう。僕は高層ビルの中に入って住民を助けます。モモは外を回って火をコントロールして協力してください。問題ありません。ビルに入る前にまず救助装備を準備してください。消防用のスコップ、この装備は消防用の斧、ガスマスク、消火器、装備は完璧です。早く救助に向かいましょう。火の勢いが強すぎます。まず放水で火を消そう。大変、まだ火が燃えています。早く消火器で火を消してください。大変だ、火のせいで崩れた。消防用のスコップで移動させよう。消防士キキ、心配しないでください。僕が外まで連れて行きます。瓦礫が落ちてきた。消防用の斧で片付けよう。消防士さん、助けに来てくれたんだ。さあ、僕についてきて、安全なところへ行きましょう。みんなを救助しました。早く安全なところに連れて行きましょう。はしごと放水を使って火を消そう。救助され火災も鎮火しました。救助任務完了。ウォーウォーうわうわラブール警部のワンポイントアドバイス。そこの君、家の中でマッチやライターでは遊んではいけないぞ。火事になる危険があるんだ。もし火事になったらタオルなどで口と鼻を覆って外に逃げるんだわ。